さっさと行っちゃおう。怖い怖い怖い。いや多分そう、あれやるほど、顔真っ赤だからか。いやすごかったマジで。なるほどな、自分を表現してんのか、あれ理解してしまった。アビリティボタンは、俺はねこの真ん中の四角形のところですね、タッチパネルみたいなところにやってる。こんばんはね、ちゃんと味方マスターだわ。だから俺分かったわ、これ内部連投参照してない、ちゃんとマスターが来てくれてるわ。だけどなぁ、100ダメージとかなんだよな、内部連投参照してくれた方がやりやすいんだけどな俺。どんなマスターでもいいけど、内部レートでマスター来てほしいな、できればそっちの方がやりやすいや。そう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 、あの相手の顔なんだなあれって思ったわ今。俺はこんだけ真っ赤です、ブルーッつって、やっと理解したわ。なんか今までなんでやってんだろうと思ってたけど、そういうことか。戦闘準備を。まあ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 、いや全然。いいんですよ。いやこれはレートが、内部レート参照してくんないのが悪いです。これに関しては。マスターはマスターだからいいんですよ。誇りましょう。ちゃんと。これはぶっちゃけシステムのせいだね。正直。これに関してはシステムのせい。まあこれいいシステムなんだけどね。惜しいんだよな。マジで。確かにそれあるかも。フォローありがとうございます。怖いよ。そう俺クラシックなんですよ。でもねめっちゃ動くんだよなガンガン。人数制限か、大変そう。1万人とかにする。いや難しいな、でもいやーむずいな。いやこの制度マジでいいんだけど、本当にそこ難しいよな。ボコボコや、やっぱ扉破壊はアビリティやな。あとあっちが飛んでくるんじゃないか疑惑がある、怖え。そう別にそう俺マジでどんな人がマスターになってもいいし、本当にいい制度なんだけど、本当にね、プレデターが敵に来るんだったら内部レートでお願いしますって思ってしまいます。それだけは俺マジで思う。こんばんは、それだけはマジで思うね。別にその味方が悪いわけじゃねえからさ。そう、それフルパがさ圧倒的有利になっちゃうからね、どん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 。あんま良くないんだよね、それだけは。ほら強っ。あ、そう、全員がその野良パーティーだったら一切問題ないんだけどね、本当に。
ナイス。そう、今シーズンフルパが有利すぎてそれだけ問題なんだよな、マジで。そこだけ気をつけてくれ。俺たまりじゃねえんだよ、助けてくれ。全員フルパだ。よく見たことある名前しかいねえんだが助けてくれ。ありがとう。そこが俺大変なんだよね。でさ、毎回言うの、例えばそれ相手ですよ、まあ分かってはいるんだが相手フルパなのよみたいな。相手プロプロみたいな感じなのよってなるんだよね。逆に俺褒めてくんねえかなってなるよ。俺それ相手に2枚落としてんのすごないってなるから。こんばんは。いやー、治ったね、それは。多分治ったんじゃねえかな。そう、俺を褒めてってなるよね、そういう時は。すごい俺頑張ったからって。ちょっとクラフトするよ。よく二人落としたでしょってなるよ。何か試しに作ってみる。こんばんは。ちょっと待ってろよ。うん、そうだねしか言えねえからな、俺からすると。いや、面白い。ありがとうございます、嬉しいです。俺褒めて伸びるタイプだからさ。泣いちゃうよ。いや、確かに、そう、あ、俺もね、確かに強いのよ。わかるって、強いんだけどさ、戦力差があって。そう、ね、言われなかったらやっぱ強いなって俺も言えるんだけど、そうなんだけどってなるよね。褒めずれーって。そう、褒めようと思ったけど、褒めれねーって。あそこは攻撃だ。そう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 。よし。ワン、一人ではないか。殺してやろう。ああ、かわいそう、老婆ちゃん。君は処刑だ。あ、かわいそう。おお、すげえ。だから強かったんだって言いたいのに言えないっていうね。確かにそうだけども。そう、おじいよって。俺も頑張ったでしょって。最強って言って俺のことだから。いや、マジでさ、やばいよね、フルパー。マジでそうなんだよ。大変だよな。よく俺それ相手にここまで持ってるわって思うもん。俺めっちゃファイトするからね、俺どっちかっていうと。俺相当ファイトする方だからね。よく頑張ってますわ。そうだね、今シーズンはマジ過去一フルパがあれだね、楽しいって感じだね。まあソロでも楽しめるからすごくいいんだけど、そう、フルパがマジで楽しいと思う。だって結構今シーズン爪痕ダブハン取ってる人多いよ、ランクで。だいたいなんか過去一なんかうまくいった試合つって動画上がるからね、爪痕ダブハン。今シーズンマジフルパすげえ楽しいと思う。まあ、その分ね、ソロでもね、楽しめるようになったのは本当にこれは大成功ではありますけどね。前ほどきつくないのが本当に助かる。すごーい、頑張ってますね。割合エグすぎ。9.9 と 0.05 みたいな感じだから。だってあれだよ、俺が戦った時何ダメージだったっけな。俺が3000、ん、いや2800の味方は50と0でしたからね。どうやって勝てばいいんだよって。しかもその状況で俺2人落とすっていうね。あと1人分の火力が足りないっつって。そうなんだよ。マイナス、そう、マイナスが少ないのが助かるよね。そう、きついっしょ。いや、よく頑張ったな。やばくない？よう、俺、なんか今戦ってるわ。ようさ、おいといと相手に、おとといた。だけど、その時、言われたんだけど、まあ、確かに強いんだよって。だけどさ、って、俺頑張ってんだよって。しかも俺、新庄だからさ、光栄なのよ。光栄でなぜか、味方の10倍ぐらいだ、10倍、12倍ぐらいダメージ出してるっていうね。いや、だから俺毎回言う、俺のクローンが欲しいって。俺があと一人いればって。すごいんよ。で、俺も褒めてんだけどっていう、そういう時に敵強ってくるとうーってなっちゃうからっていうね。まあ、さっきの話に繋がっちゃうけど、繋がっちゃう感じなんだけど、そうそうそうっていう感じだよね。そうなのよっていう。
いや、そうなんだよ。そう、敵の突っ込み方がすごいとさ、みんなさ、逃げちゃうの。お、なんかさ、俺なんか主人公を守る、なんか師匠みたいになっちゃってんのよ、毎回。わかるかな、この表現。なんかさ、すげえ敵が来るとするじゃん。なんか、俺だけ逃げねえからさ、味方を守るさ、なんか、鉄壁の男みたいになっちゃっててさ、見た目はかっこいいんだけど、勝てないっていう。え、そうよ。シールド割っただけで俺も感動しちまうから。すごって。漫画で死ぬ役やってんだよね、俺。そう、漫画でよく見るやつ。あの、一番悲しいやつ。ここかな。俺の割り方好き？ありがとうございます。もう全てが多分理解した動きするからな。めっちゃ楽しいと思う。そうだってさ、あれもそうだよ。あのさ、レイスが逃げちゃったじゃん、さっきの試合。で、俺があのさ、顔真っ赤星人になっちゃったじゃん。俺がじゃねえか。それはおかしいわ。でもさ、相手が顔真っ赤星人になっちゃったと思うんだけどさ、あの時もさ、あれだよね、レイスをさ、守るためにさ、3人と相手したじゃん、俺。そう、レイスの方に行かせないためにさ、3人で食い止めるっていうことやっちゃったからな。しかもなんか勝ちかけるっていう。味方消えるんだよな。スンって、あれって。アイテム回収しようとかないのって思って。あ、これファイトしてるからさ、これ後ろからいけんじゃねえかな。なんだろうな。ホライゾン、ニューキャ、ブラハだな。俺が今まで使ってきたキャラクターたち、3人衆。あー、それありそう。あのね、結構俺もね、言わせていただいてるんですけど、フルパワーマイナス上げればいいと思うと、ずっと言ってんだよな、俺。で、あのタイミングで、今ね、コメント欄の方がね、神だったから、ああ、相手やばいって言ってくれたからよかったんだけど、あそこで、敵強なんて来た日には俺もう発狂よ。おーいって、俺は、1v3 したんだよーみたいな。もうブチギレタイミングよね、あそこ。あそここそ。あのタイミングに来んのよ、大体。なわけねえだろーっつってね。気のせいか。ナイスキャン。いやー、まあ被害が少ないからいいんですけどね。なんならさっきもプラスだったし、ありがたいことに。そう、プラスなのがでけえ。ほんとにプラスじゃなかったらもうこれ死んでるよ、俺。マジで。超きついもん。うおー、勉強なるなーつって。プロテクターが必要そうだな。我が名はブロスフーガー。あちらの方向に敵がいるはずだ。ダメージを受けている。ダメージを受けている。これがフェインティング。これが相手に打たせる戦い方ですね。ナイスキャン、ナイス味方。この野郎ハイドしやがって。素晴らしい戦略だが、こっちにはスキャン係がいた。カービィ、そう、いい戦略だが刺さんなかったようだな。1v3 の仕方講座。だから言っただろ。でもね、これのやばいとこがさ、プラウラー525ダメージ入れるじゃん。25しか俺に入んないんだよな、どんなに頑張っても相手は。で、リロード挟んだら俺が出てくるから、あ、ジジイ。どうしようもありません。取られた。そう、ナイスー。待ってよ、割れるねえかな。青とかでいいから探そう。あと30秒でリングが閉じるから、距離はあまりないな。上取れそうだけどな、今正直。なんかこれ上いけそうじゃね。ちょっと上取るか。いや、ホライゾン強えな、やっぱ上取れんの。それふわっとこうしよう。俺ね、端からムーブですね。端ムーブ下げろと思ってる。端ムーブで全員殺す。それが一番強いと思ってる俺。
その橋ムーブの安定具合マジ好きなんだよな。キンノック、ふんふん、よーし、危なかったぜ。敵は残りあと2部隊だ。派手にやるぞ。危なかったぜ。これだか、どこで戦ってんのかわからない。いいもの持ってるじゃん。本当はいろいろ焦りたかったけど、金ノック最優先申し訳ねえが、ちょっと俺の焦る速度は若干遅いからよ。自殺か。ジジーみんな金ノック拾うからな、ニューキャストいてもマジで怖え。死んでしまった、ちょっと圧が。ナイスー、いいね。イネミーヌ様200ビッツありがとうございます。おお、なんかボーナス入った、ちょびっとだけど、ちょびっとだなー、でもそんなにだなー。ジジー、ナイス、いいね。漏れるぞ漏れるぞ、今日はいい日だ。ボーナスは入らねえが、まあまあ美味しい。ミュウちゃん丸様200ビッツありがとうございます。ナイスビッツです。ありがとうございます。